プロデューサーのデーブ・スペクター氏が22日、自身のツイッターを更新し、開催が来年に延期された東京五輪に対する素朴な疑問を投稿した。デーブ氏のツイッターは時には政界もターゲットにする、ブラックなダジャレでおなじみ。しかし、今回は、真面目な話、来年、オリンピック、やるつもりですか？誰のために、何のために、と疑問を呈し、すみません、オチはありません、と付け加えた。